大谷が欲しいドジャースファン、ついにとんでもない行動。すげえ。やっぱ別格やな。すげえな、センターフライみたいな打球が入ってる。笑顔ね。超満員で打つ喜びを覚えたな。敵がホームラン打ってるのにこの歓声はくさ。もう来年には仲間やからセーフ。ホームかな。うちの大谷やぞ、ワイドジャースファン。くさ。よく見たらバックネット裏に17のドジャースユにかざしてるやついてくさ。ほんまや。まあ倒るやんけ。ツイッターでもユニフォームフォアとか当たり前のようにリクしちゃったりするし、野球人ってどこの国も変わらんな。もうドジャース移籍しろ。ドジャースニコニコでくさ。ツイッターのドジャカス完全に自分のチームの選手として扱っててくさ。ドジャースファンはウキウキだろうな。来年来る選手がしっかりホームラン打ってくれるし、チームは勝つし。もう入ってくる前提になってるのくさ。ネクストイヤードジャース。ドジャースくんの接待素晴らしいな。ただドジャースに移籍するとホームラン王がなくなっちゃうのがきつい。ドジャースタは人が多くてな。やっぱここをホームにすべきだわ。ドジャースタジアムなのに MVP コールを起こっててくさ。土地柄エンゼルスと兼任してるファンも多そうだもんな。いいやつらでくさ。大谷のホームランはエンゼルスよりドジャースの方が喜ぶな。この球場、お前らドジャースに移籍して満員のスタジアムで野球をやる喜びを感じながらホームラン50本打って無冠の大谷と、エンゼルスに残って死んだ顔をしながら50本打ってホームラン王 MVP の大谷ならどっちが見たい？今年はホームラン王取ってほしいが、ドジャースは来年で。ドジャタニ、メッタニ、ヤンタニ、やっぱドジャタニが一番もろいと思う。ここまで盛り上がってんのにこれで大谷のキャリア中1回もドジャースいかんかったら笑うわ。